セパシャッフルしたら面白そうじゃないすか。こんにちは、日ハムの新時代担当のリホです。最近寒い日が続きますが、風邪、インフルエンザ、こんななど皆様大丈夫ですか？特に札幌は雪が積もりすぎてやばいっす。皆様アンケートご回答ありがとうございます。興味深いアンケート結果がありました。こちらです。日ハムファンのあなたは北海道の方より道外の方の方が多かったです。これは意外でした。ちなみにその他の方が 10% を占めておりました。もしかしたらあなたは未知との遭遇中かもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。日ハムの新時代では日ハムの情報を発信しています。この動画が良くても悪くてもチャンネル登録と高評価は必須でお願いします。本題です。新庄監督、12球団監督会議でセパシャッフル、 MLB との世界一決定戦を提案。日本ハムの新庄剛志監督が12球団監督会議で仰天プランをぶち上げた。一つはシーズン終了後に12球団をシャッフルして新たなセパを編成して翌年開催するというプラン。もう一つはその優勝者がワールドシリーズ勝者と真の世界一決定戦をやるというものだ。コミッショナーの方たちと監督全員に新庄剛志のアイデアというか、僕の意見としては、シーズンが終わりボックスの中にセ・パ12個入れたボールを引いて、ファイターズはセ・リーグ、阪神さんはパ・リーグみたいにぐちゃぐちゃにしていけばと提案したことを明かした。さらに、急にはできないけどぐちゃぐちゃにした優勝チームとメジャーの優勝チームが戦い、本当の予界一のチームを生み出すことができれば盛り上がると思いますよともう一つの提案をしたという。これめちゃくちゃ面白そうですよね。かつては人気の施術力のパなどいったものでしたが、現在となってはそれぞれ人気も実力も遜色ないと思います。おそらくセリーグの思惑は巨人、阪神を離れさせたくないという思いはあるかと思います。交流戦も何年も前から行っていることですから、同面のトラブルもあまり気にしなくて良いかと思います。運営が懸念されることがあるとしたら、くじ運が偏りすぎて A クラスチームばかりのリーグ、 B クラスチームばかりのリーグが完成したらどうしようということなのかもしれないですね。ケイスケ・ホンダもしくは総武に運営を任せたいですね。おそらく伸びしろしかなさそうですね。いかがでしたか？ちなみに新庄監督の発言に関する動画は他にもまだまだありますので、そちらも必ず見てから寝てください。お時間が許すのなら他の動画もご覧の上、高評価とチャンネル登録をお願いします。お時間がない方は他の動画もご覧の上、高評価とチャンネル登録をお願いします。日ハムの新時代のおすすめ動画は全てです。本日の担当はリホでした。まったねー。